豊平区平岸2条10丁目付近平岸通りは札幌市豊平区から南区に至る都市計画道路通称平岸街道区間により国道453号になる。平岸通りは1871年に開拓市がアイヌ語でピ平岸井と呼ぶ原生林の地に延長千4 0 0件、福音10件の直線道路を改拓したのが始まりになっている。 1873年に、現在の住川、マコマ内イに、薄振動が開通している。当時は、道路の真ん中に商人側から水を引く掘り割りがあり、リンゴ園が広がっていた。掘りを挟んで、上側の道路は、道路整備を進めていったが、下側の道は、狭い悪路であった。なお、1961年の平岸街道、拡張工事の際に掘りは埋め立てられた。 1879年に、平岸街道から豊平橋までは曲がりくねった、踏み明け道で札幌へ往来するのに不便であったことから、札幌本道から平岸街道までの道路を改作した。その後、戦後にアメリカ軍中流の影響によって一時閉鎖となるまでは、真駒内市畜場や石山方面へ抜ける幹線道路として使用していた。1965年に、 起点から平木市山城15丁目までの区間が北海道道512号札幌市骨湖線に指定された。1977年に国道230号の石山バイパス完成に伴い石山地区の旧国道が始動になった。1993年に道道512号札幌市骨湖線が国道453号に昇格した。百九十九年に 石山陸教科の石切山水道が開通した、区間道路施設起点付近には、学校法人北海学園の教育施設が集積しており、地下には、札幌市営地下鉄東方線学園前駅がある。白石中の島通行店の地下には、札幌市営地下鉄南北線平岸駅があり、札幌市立平岸小学校前は月寒へと続く、安判道路の始まりになっている。 天神山の東側を通る辺りから地下鉄のセルターが並行している。南区になると隅川を抜けて、陸上自衛隊マコマナイ駐屯地、都市再生機構、逸子団地の東側を通る。マコマナイ駅から、さらに南下すると、定山系鉄道線の配線跡を挟んで2本の道路が並行し、マコマナイ交差点から東側の道路が平岸通りになる。石山立教交差点では、 平城市3条15丁目で分岐した国道453号と立体交差する終点で国道230号に合流する。ありがとうございます。